るかしら。じゃないの？セレスさんのお兄様ってみんなに好かれたこの店のアイドルだったんじゃないの？そうだけど、それが何か？じゃあどうしてレオンの名前をもらったっていうのが褒め言葉じゃないの？
それでいいの？まあカレンさん、名前のことぐらい。私の国では彼に犬の名前をつけたりしたら大変な重罪よ。カレオお姉ちゃん、そんな怖い国の人なの？かわいそうに、それで逃げ出してきたのね。そうじゃなくて、そうですわ、カレンさんがずっとこの国にいられるように。正直言ってレオンという名前はどうかと思うけど。そうでしょ？だって完全に名前負けだもの。犬のレオンがかわいそうだわ。ベルゼンの日ね。楽しみだね。こんなにぎやかなのは初めて。なんなの？ベルゼンの日って。デューク・ベルゼン。この町の元になった小国の最初の王様で、人々を幸せにした伝説の魔法使いとも言われる人物の誕生日ですわ。ベルゼンはこの町にゆかりが深い人だから、明日は町の休日でお店も全部休みになるの。湖にピクニックに行かない？賛成！じゃあ明日は5時に起きてみんなで支度をしましょう。
れるといいな。楽しみね。眠りをして水瓶をひっくり返したからだっていう言い伝えがあるの。これはワンちゃんだよ。このワンちゃんを燃やして天国でかまどの神様を起こしてもらうの。私はね、エルゼンの日にはいつもみんなでピクニックに行ったんだよ。けれど去年はエルゼンの日の直前にセレスさんのお兄様が亡くなってピクニックは中止したんですの。またみんなでピクニックに行けるなんて嬉しい。本当にそうですわね。9日目、ベルゼンの日。
ささやかなる休日。綺麗な湖。晴れてよかったわ。ほら、レオ、早くいらっしゃいよ。だってほら、せっかく湖に来たんですもの。やっぱりこれよね。あら、レオンさん、このまま泳ぐと危ないですよ。レオンくんってば、誰の水着姿に見とれてるの？やだ、セレスさん、そういうこと。レオンさん、エッチですわ。あら、水着を選ぶのに2時間も迷ってたのは一体誰だったかしら？私は別にレオンに見せるために選んだりしてません。誰もそんなこと言ってない気がするけど。私も新しい水着買ったんだよ。私のは特注品ですわ。女は見せて美しくなっていくのよ。だから私はそんなつもりは。
いいのよ、海じゃなくて湖なんだから。細かいことをいちいち気にしないでよ。なに？レオンくんはこういうのは趣味じゃないの？レオンさんは水攻めの刑です。みんないっぱい動いたし、お腹すいたでしょ？私がもらおうかな。この飲み物は何です？不思議な味ですね。水出しのミントティーですわ。この町ではベルゼンの日にはみんなでこれを飲む習慣になっていますの。わあ、サフランのシャーベットだ。知らないんだ。どうやって開けるの？どんどん食べてね。たくさんあるから。
レオンくん。ねえ、ちょっと見て。この野原は宝の山よ。仕事じゃないわ。私はこれが楽しいんだもの。ね。私、お客さんやお店のみんながおいしいものを食べて幸せそうな顔をしてるのを見るのが大好きなんだもの。それはそれで好きかも。時のレオンくん、すごくかわいいんだもの。セレスラブストーリー、心と記憶のアブさん。